もう五回忌の件だってそうだしさ、かつてはあんなに毎年行ってたくせにと、今になれば不敬の五回忌とか言うとか、あとご本尊家父だそうですよ。ね、今はご本尊家父はそのなんだ不敬だとかなんだって言ってくせに、てめえらがご本尊家父散々願ってたじゃねえかって、喜び悼んで今年何百人どのこうのですね、写真まで載ってるじゃないですかと。もうここもつけるし、いくらでもあるぞと。まだ俺言いたいのは、本当はご有名私語完結の時のあの約束だよ。これ知ってんの君はって。知らないでしょ。何年やってんのって話になって、6年とか7年とか言うじゃないですか。ああ、じゃあ知らないんだねって。浅井先生、実は約束してんだよって。まずはここ一回もう一回読んだよね。ご有名ついに曲がらずって。いいな。曲がらずって言ってんじゃねえかって。なんで今くじくじ言ってんだよと。ね、不審方々の、あ、これ違うじゃん。これ違う？そこまで立ってちょっと昭和47年11月、あ、そうだ。小本堂立ったその時だって言ってんだよね。ご有名ついに曲がらずって。不審方々の来賓数千も、大御本尊の御座所をついに踏みため立てまつらず。ご有名の将棋、本州700年の伝統はかろうじてここに死守せられた。もうこれで終わってんじゃんって。何今更くじくじ言うのよ。ああ、ごめんなさい。なんだっけ、その後からいろいろ言い出したっていうんうだろう。なんかさっキき。リスト教神父の方がなんかお互いに分かり合ってたっていう書いてあっ書いてあったて、かそこな。はどこなんですかね。これとは違うんだよね。これらの言うのは、あれでしょ、あの時のことは知らなかったっていうんでしょ、今の。観光式のことは、ああ、はい。もう知らなかったこと。知った経緯はなんか書いてあるんですよ、原書新聞に。平和への言葉っていうなんか学会が出した小本堂の写真集みたいな、見て。そこになんか載ってたらしいんですよね、その祝辞みたいな、寄せてきた人がいる。それで知ってふざけんなと思ったみたいなことが書いてあるんですなね。るほど。そう、一応なんか、ね、じゃあこれは何なんだろうね。これはさ、大御本尊様がもうご遷座されてるにもかかわらず、そこにその訪問者を呼ぶっていうような計画があったっつうの？それはないです。ねえ、これもだからやつのたばかりじゃないの。そのもともとないじゃんって。人をさ、泥棒でもないのに泥棒ってこう仕立て上げといて、それでわしは泥棒を成敗してやったみたいな、あいつの論法ってそういうの多いよね。勝手に検証会員だけにそうやって宗門が悪事を働いてるって思い込ましておいて、事実はないのに、でわしが人の変えてやったみたいな。もともとねえんだよ、あんなもの。いまここすは、まあ、ここじゃなくてさ、あれだよね。